まずは区内の出来事をまとめてお伝えするウィークリーニュースです。最初の話題はこちら。11月27日荒川ふるさと文化館で行われたワークショップ文字を知る寄せ文字の模様をお伝えします。荒川ふるさと文化館で開催されていた企画展江戸文字を書く江戸のデザイン文字の魅力。この関連イベントとして行われたのがワークショップ文字を知るです。この日は立花流寄せ文字一門の立花さつきさんを講師に迎え寄せ文字を書く体験が行われました。寄せ文字は江戸時代に寄せのビラで書かれていた書体に端を発し勢いよく右肩上がりに隙間をなるべく少なく額いっぱいに書くのが特徴です。ワークショップではことぶきや福といった縁起の良い文字を練習しその中から一文字を色紙に書きました。参加した皆さんは筆使いに苦労しながらも上手に寄せ文字の特徴を捉えていました。いや難しいですね本当に、まあ、初めてだから80点くらいかすごい思ったよりやっぱ難しかったけどとっても楽しかったです。なんか家帰ってもまたなんか練習したい感じです。提灯文字に続いて2回目となった今回のワークショップ、参加者にとって江戸文字の魅力を体感できるいい機会となったようです。続いてはこちら。11月28日サンパール荒川で行われた荒川コミュニティカレッジ学園祭の模様をお伝えします。地域活動を行うために必要な知識や技術を身につける人材育成の場、荒川コミュニティカレッジ。この日、受講生と修了生が参加した学園祭が開かれました。テーマは、広げよう、つなげよう、みんなの心です。学園祭実行委員会が企画したクイズで荒川散歩。オンラインで参加者とつながり、荒川の各地域の見どころや名物をクイズにしました。小ホールでは展示が行われ、修了生が立ち上げた地域活動団体の活動内容を紹介しました。また、地域活動フォーラムでは、野菜作りを通して地域とのコミュニケーションを図る活動をしている荒川アグリガルテンの会の青木優子さんと、隅田川をきれいな水にして次世代につなげるための活動をしている川は友達の脇田博さんによる発表が行われました。なお地域活動フォーラムの模様は来年2月からの荒川情報スクエアで放送する予定です。この日会場には受講生と修了生のみが参加しましたが、オンラインには一般の方も参加し、地域活動についての理解を深めていました。続いてはこちら。11月28日アクロス荒川で開催されたアクロスフェスタの模様をお伝えします。障害のある方の自主活動や交流の場として障害者に配慮したホール、会議室などの貸し出しや講座・イベントの開催などを行っているアクロス荒川。毎年施設を利用する団体の交流会としてアクロスフェスタを開催しています。今回は視覚障害や聴覚障害、心身障害などの障害者福祉推進団体のメンバーらが参加し、
避難所体験を行いました。アクロス荒川は災害時に障害のある方を受け入れる荒川区の福祉避難所に指定されています。地下にある倉庫などには避難所開設に必要な機材や非常用食料などが備蓄されています。この日は参加者全員で間仕切りテントや簡易ベッドをホールに設営しました。また室内を暗くして災害時の電気がない状況を想定し、夜の避難所生活を体験しました。プログラムでは投光器とランタンの明かりを頼りに防災食料の調理と試食も行われました。続いては3つの話題をまとめてお伝えします。11月29日由比の森荒川で落語と茶道で楽しく学ぶ事業承継フォーラムが開かれました。荒川区では地域経済の活力の維持・向上を図るため、中小企業の経営者の高齢化や廃業の動向を踏まえ、事業承継に関するさまざまな支援を行っています。この日は古典落語に事業承継の話を盛り込んだオリジナルの落語や、和菓子屋の後継者として育てられた浦仙家の師範伊藤真理子さんによる講演会が開かれるなど、事業承継について分かりやすく学ぶことができる内容となっていました。コロナになって事業承継どころじゃないよって言われたんですが、だん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 コロナでこういろんな会社さん見ていくと、いやコロナだからこそ事業承継じゃないかなっていうのを感じてきました。会場には主に事業承継を検討している経営者や後継者の方々が集まり、真剣に耳を傾けていました。11月30日ムーブ町屋で区民向け講演会、人生100年時代の地域生活をするためにが開催されました。高齢者福祉課の主催で開催されたこの講演会、高齢になっても地域で生き生きと暮らせるようにと生活支援体制事業の一環で開催されました。講師に招かれたのは荒川区ゆかりの歌手橋幸夫さんです。1943年、小国あった染物屋の9人兄弟の末っ子として生まれ、1960年に潮来笠で歌手デビューしました。2年後の80歳で歌手を引退することを今年発表した橋さん。講演では歌手デビューするまでの思い出やこれからの活動について語りました。これからも希望を持って頑張ってやっていきたいと思います。元気が出ました。ありがとうございました。荒川区への愛とか、ね、優しい人柄が現れていて、で大変興味深いお話でした。ありがとうございました。12月1日からフラット日暮里で太田道館パネル展が開催されています。日暮里には太田道館ゆかりの史跡が多くあり、例年日暮里道館祭りを行っていましたが、新型コロナウイルスの影響で昨年より中止。今年は道館に関連する自治体や団体を紹介するパネル展が行われました。12月1日から15日までフラット日暮里にて太田道館のパネル展を開催しております。
荒川区公式 YouTube では、荒川区観光大使の三遊亭王楽氏のご子息で荒川区出身の落語家三遊亭王楽氏による落語道館を掲載しております。ぜひご覧ください。今週は6つの話題をお伝えしました。以上、ウィークリーニュースでした。